FIVB バレーボールネーションズリーグ世界のトップ16チームによるバレーボール最強国決定戦、ネーションズリーグの男子大会で日本代表は8日、全勝のスロベニアをセットカウント3対1で下し、福岡ラウンドを3勝1敗で終えた、大会通算成績を6勝2敗に、試合後の世界ランキングで日本が4位に浮上し、その後に行われたカナダ VS アメリカ、プール4で、アメリカが1対3で敗退したことにより5位に交代。 これにより日本が3位にランキングを上げたパリ五輪出場を確定させている日本にとってネーションズリーグはその結果がパリ五輪の組み合わせに影響する重要な大会となる日本は次戦舞台をマニラに移し18日に世界ランク9位のカナダと対戦する最新の男子世界ランキング日本時間9日12時1位ポーランド2位イタリア3位日本4位ブラジル5位アメリカ6位スロベニア7位フランス8位アルゼンチン9位カナダ10位キューバ